セレナイトは、石膏の一種で、硫酸カルシウムを主成分とするに水和物、デザートローズなどのバリエーションが生まれる。ローマ時代には、ラピススペキュラリスと呼ばれ、窓ガラスとして利用された。ギリシア神話の月の女神である、セレーネーに由来する。15世紀からは透明な石膏をまとめて、セレナイトと呼ぶようになった。ドイツ語では、聖母マリア絵画や、 像の保護ガラスとして使われてきたことから、マリエングラスやフラウイゴレス等と呼ばれる。透明石膏には元素のセレンは含まれていないが、アセレン酸ナトリウムのように、アセレン酸の塩にセレナイトの5が使用されるため混同しないというように注意が必要である。モースコードが2しかないので爪で削れる。そのため、ノコギリなどの工具で簡単に加工できる。曲げることもできるが、 それほど曲がらず、角に曲げようとすると割れる。色は基本透明だが、不純物によって着色される。現代の断熱材には劣るが、ガラスより断熱性が高い。水によって容易にくっつく、熱気塩酸に溶解する。ありがとうございます。